フォレスティエの肖像ジャンクロード・ニコラ・フォレスティエはフランスの造園家。1887年から1930年までパリ市力地計画の責任者。大都市における公演のあり方を考慮した著作を執筆してもいる。こうして彼のキャリアは市のサービスに始まったが、パリで20世紀初めにジョルジュオスマニア、ジャンシャルル・アルファンと彼は優れた作品を残し、モロッコ。 スペインでも活躍。都市プランナーとしては1911年にアンリプロストと建築家や都市計画家のフランス協会を設立している。エクスレバンに生まれる。技術学校を卒業し、海軍主管技術兵を志望していたが、事故で右手が不自由になり断念する。そこで林業を志し、サボアとピレネーの農林学校に通う。このごうよ曲折あり。 後のパリ市公園部長のアルファンに抜擢され、市公園部に奉職、林務官となる。その間、友人たちから自分の庭の設計試案を依頼される。この時、カサデルレーモロの庭を含め、イタリア式に影響を受けた、構成の17種類もの試案を作成し、これについて解説をまとめたものが、後の著作、ジョドンである。その他の著作として、レゴザンがある。 設計した庭園に、シャンドマルス庭園、セビリア、マリルイーズ庭園、その他、バハマやバルセロナでもいくつか庭園を策定している。このほかスペイン・リスボンの都市計画にも関与。本国では、ブローニュの森の管理者として、バガテル・バラエオを設計している。パリ・万国博覧会の庭園展示のディレクターを務めているが、ベーラ兄弟の出展した庭園を、 奇抜さを重視と批判している。傘出る例もろの庭園サンクルートスターンガーデン。ありがとうございます。